森もっち、こんにちは。もっちゃんはおもちゃが大好きですよね。今日はですね、もっちゃんがよく遊ぶおもちゃをふんだんに使って遊んでみたいと思います。もっちゃんもね、大好きなおもちゃからちょっと苦手なおもちゃ様々あるんでね、まあいずれにしてもめちゃめちゃ興奮するんで、普段温厚なもちが興奮する様子を見ていただければと思います。それではね、もっちゃん行ってみよう。今回ね、もっちゃんと遊ぶおもちゃはこちらの4つになります。もっちゃんからは今ね見えてないですけども、こちらの4つを使って遊んでいきたいと思います。もっちゃんはどれが好きかな。じゃあ行ってみようか。まずはこちらのバーベキューから行ってみたいと思います。じゃあもっちゃん行きますよ。行きますよ。もうおい、上だよ。こち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 、行くよ。おらー、おいで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 。凶暴ですね。めちゃちゃない。この怒りようである。ピンキュー、ピンキュー、ちょうだい、ちょうだい、なんで。ああ、だって。ケチンボー、ケチンボー。ちょうだい、ちょうだい。投げてあげる。それではね、今バーベキューを話したがらずに、次はね、大親友の熊五郎、こちらですね。大親友の熊五郎、もっちゃんバーベキューに夢中なんで、こっちをね投げていきたいと思います。じゃあもっちゃん、シュッ、おお、シュッ、おいー、の間にバーベキュー、うーバーベキュー、うわーうわー、凶暴。すごいな、ガラ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 。いやー、凶暴でございますね。おーおお。じゃあここで熊五郎とバーベキューじゃなくて違うアイテムを。では続いては、先日渡した給料袋。これにはね、いつもね大好きなもの入ってるから。あら、も盛りだくさんだね。ちょちょちょ、お座りは。あ、これ意外といこう。あ、はい、給料は意外と1個だね。バーベキューはね、獰猛だ。バーベキューは獰猛になりますね。やっぱ野生なが働いてるのかな。イケボーイじゃないか。怖えな。3つもアイテムがあるよ、もっちゃん。それがいいんだ。バーベキューが一番いい。これはこれはいい子。あんま取り切らない。給料はね、いい子にしてんだよね。じゃあ次のアイテム持ってこようか。続いてはこちら。青いイガイガのドーナツ、100均のやつね。もっちゃんね、これね、結構苦手なんですよね。もっちゃんの天敵と言ってもかもね。どんな反応するか見ていきたいと思います。はい、ではもっちゃん持ってきたよ。青いドーナツ。これはね、ちょっと苦手みたい。はい、おお。追いかけてって、すぐ追いかけてって。帰ってきた。おもろ。この中で言うとね、多分好きな順番は、1番バーベキュー、2番熊五郎、3番給料、最下位ドーナツ。そんな感じなんでしょうね。はい、もちゃん、おもちゃいかがでしたか。いや、反応が様々でとても楽しかったですね。おもちゃの好きな序列なんかも分かっちゃって、これからね、たくさんね、おもちゃでますます遊んでいこうね。それじゃあね、もちゃん、またね、バイバーイ。